テオ州ウッドストック出身の俳優。祖父母たちはオランダからの移民。姉妹が二人いる。6歳から子役として活動を始め30本以上の CM に出演。マイケル・ J ・ホックス主演のライフウィズマイキーの少年時代のマイキーで映画デビュー。アボンリーへの道、X ・ファイルなどの TV ドラマにゲスト出演した後、97年にファミリー映画。 エア・バディで主役を演じ、シリーズ3作まで主演した。また、ホラー映画、ドーン・オブ・ザ・デッドと、暗い森では、リンディ・ブースと、カップルになる役どころを演じていた。トランスアメリカでは、性別適合手術を控えた、トランスセクシュアルの父親と旅をする少年トビーを演じており、日本でも、その演技と美貌に注目が集まった。2013年に、エージェントの女性と結婚した。 KG MOS エクスクルーシブインタビュー v i e 2012ケビン・ゼガーズマン・オブザワー。KZ-MANOFTHEHOUR.com 2013年10月26日閲覧。AB ザ・ケビン・ゼガーズ・ギャラリー c p p s q l c o m 2012年1月2日閲覧。ケビン・ゼガーズ・マリーズ・ハイメ・フェルドピープル・マガジンシーラ・コスグローブ・ベイリス。 08、04、2013、ゴシップガールのダミアン・ケビン・ゼガーズが結婚。シネマトゥデー。2014年6月18日閲覧。ありがとうございます。